第1回サバイバルテント泊選手権、このテント内にあるものは身一つと服のみ、まあ、この状態でね一回寝てみたらどうなるのかなっていうのをね、どんだけ寒くなるかなっていうのを試してみようかなと。もう寒さ来てるよね、ちょっとね。でも本当に着込んだよね、うん、今俺たちができるフルの装備をしたんだけど、ちょっと寝てみようと思います。よし、これはいけるぞ。ズボン履かないね。みんな何枚着てる？6かな。6。俺もこんぐらいだな。6。まあ俺も 5ぐらいかな、多分。わりかし真ん中だからかな。何も寒くない。両サイドね、寝転がね。そう。はい、というわけで、就寝します。ちょっとね、今回、僕毛布持ってくるの忘れたんで、やばかったら、車の中逃げてください。俺は正直舐めていたよ、これは。やばいっしょ。なんでしょ、外で寝れるって。言ってた。変なの、そんな言ってた、うん、そんなバカおる。ああ、ちょっとね、まあ朝日が出ればもうちょっと高いかなって感じなんですけど、それでは、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。7時なんですけれども、そしたら堀江くん頑張って火を起こしてくれています。合流したいと思います。おはようございます。寒かった、寒かった、眠かったよ。あれか、行こう、車の中に乗られた感じですね。いやそうだね、もう夜は車の中に乗んないと地獄だったね。おはようございます。おはようございます。昨日はね、きつかったね。いや昨日は、多分ちょっとだけ寝たけど、もう寒すぎて寝れんくなっちゃって、うん、そしたらもっちゃんが助けてくれて、車の暖房で寝ようってなって、うん、3人は寝てましたね。それはちょっと寝袋があったんで、ギリ寝れたと思うけど、それはちょっとヤバすぎて、車で3人固まってました。そうだね。まあそれを無事乗り切って、今日朝が来たということですが、はい、堀江くん、はい、今何を準備しているんですか、これは。朝のコーヒーかコンポタか、あ、いいね、飲んで、あとホットサンドを作りたいと思います。やった、あ、やったー、テンション上がるね。ふぅ、今一本入ってないの、本だけね。すごっ、なるほどね、本だけないね。はい、今アンラッキーなことが起きました。はい、この慌てを見たら分かると思います。何があったの？食パンがなくなりました。食ったっていう可能性もあるね。食ってるわけがないと思う。朝ごはんのために用意してた食パンがあったんだね。そう、ホットサンドを作るために消えましたね。そう、朝ごはんホットサンドしようぜだったんだけど、よいそしたらパンがなくなってたんですね。で昨日の夜さ、誰か来てんのかなと思ったんだけど、なんかパサーン、ファーンっていう音聞こえてさ、ビニールの音そうしたんだけど、誰かいんのかなと思って、うん、多分獣かカラスかなんかに取られた可能性しかないっすね。これが野生の世界だ。そうですね、食材はテントの中とかにしまっていきましょう。そうだね。まあまあまあ、誰か隠したりしてないの、動画のために思った。それやってる人いるでしょ、と思った、って思うでしょ、思うかもしれないけど、あの状況で起きて何かしようと思った人いないと思う。どう考えても無理、みんな死にそうだったから。あるなら言え。ないで、それじゃない。あった、ない、そうでしょうね。でも幸いさ、うん、飲み物がある、温まる手段と、ハムを食べることはできる。ハムチーズ食べよう。そうだね、あるもん食べよう。そう、ハムチーズを食べて、うん、ちょっと小腹をの中満たして、そうだね、満たして帰りましょう。はい、行きましょう。食べましょう、飲みましょう。はい、うまっ、うまい、あー喉やけど、あっつ、もう美味しい。チーズオンリー、豪華チーズ、いただきます。
これはカロリー取れるよ。うん、いいね。あ、これあれ持ち上げた瞬間固まるね。ここで冷えてる上で。いただきまーす。うん、うん、うまっ。幸せや。幸せな顔するわ。これはうめえわ、これ。マジになるわ、これ。お、でも、いいんじゃない？うまい。うまいよ。うまいよ。来た。いいよ、いいよ、いいよ。落ちそう。いただきます。うん。口に入れた瞬間、うんってなるんだね、やっぱ。なるなるなる。まあまあ、あったまって帰りましょう。はい、うん。というわけで、撤収完了です。はい。早い。早かった。トラブルしかなかったですが。今日すごかった。まあこのまま帰りますか。帰りましょう。帰りますか。じゃあ、帰宅。はい。はい。はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めて堀江さんありがとうございます。本当にどうでしたか？すごい、初めてのキャンプはアクシデントもいっぱいあったけど、あの思い出はいっぱいあったね。思い出しかないよな。なるほどね。思い出いっぱい、アクシデントいっぱいでしたね。メッシがね、やっぱめっちゃうまかったね。メッシはうまかったね。マジで。なんだかんだ朝のハムチーズもうまかったし。確かに。バンダに行くと、やっぱりファンがね、そうだね。次回はさせたい、やるとしたら。そうだね。逆にそう、次の楽しみができたの。ああ、そうだね。また挑戦ができるし、楽しんでいただけたかな。楽しかったわ。今回は俺ら本当に自分たちもなんか身についてる感じしたし、将来なんか災害なんか起きたとしてもある程度はいい、なんか自分の限度が分かったから。あ、ちょっと分かる。なるほどね。あ、あれ死ぬなってなるよね。ああ、本当に夜舐めちゃいけないわ。冬キャンの夜舐めたらあかんわ。まあという感じで今回のねキャンプ動画終わりたいと思います。はい。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあね、また次回の動画でお会いしましょうって感じで、本日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。